くっついた。うわさあ、一応ですね、こんなところまで、作業を進めました。あれからどうですか、2日3日ぐらい、まあ何時間もやってたわけではないんですけども、ここの庭に、放置してあったというか、笹と竹の残骸というかを撤去したような感じです。ただそれに伴って、違う残骸がですね出てきてるのを皆さんも、あれなんだろうと思ってたかもしれませんけれども、まあちょっと見てみましょうか。さあさあ、前回というか、まあここにですね竹笹があったんですけども、それを一応こう、まあ、袋何袋かにまとめてこれから捨てようというところでございます。そうする中でですね、こういうものが出てきたんですけど、これは何かというとですね、まあここね見ていただくとね、こっち側の方が崖になってんすよ、こうねぐんと。でここの先はもうなんかこのもう藪の中というか、そういう感じで、ここが斜面になってると。で斜面の奥の方にも何かしら塀のような見えると思いますけど、あれもねおそらくはなんか杭打ってトタンみたいなものをあそこにかましてる感じなんですよね。でここにもそういうトタンの、朽ちたトタンというか錆びたトタンがここに1枚グッと入ってるような感じになってる。で多分これをまあ補強するためにというか、まあ元々あったのかもしれませんけど、このトタンの方が、ちょうどですねあの辺にこうずれ落ちて、こういう感じで意味ない、トタンになったんで、それを引き上げてある感じになります。だからこのトタンをもう一度この境に戻すのかどうかっていうのはちょっと迷うところなんですけども、まあ、コメントとかでもいただいてたように、どうやらここの土地の支えるためなのかどうか分かりませんけど、笹竹たちが結構重要な役割を担ってんじゃねえかなとは思っております。だからこの辺のこっちのまあ崖以降というか、ここ以降の植物たちを枯らすっていうことはやらない方がいいんだろうなというふうにはもちろん思ってるんですけど、まあでも何にせよここの広いスペースのところだけでもまあ綺麗にはしていきたいなと。でここの辺、お隣さんとの境のところも、さっきちょっと手を入れようと思って草をいくつかむしってみたんですけど、見てください、もうここもね、もう竹なら切ったんだけど、竹笹がもうここにも根をねがっつり張ってんのよね。これはまあでっかい木みたいなのもあるし、もうこれも竹だもんね、切ったんだけど、まあ絶対その脇からもう笹がもう出てると思いますけど、そういう感じにやってもやってもみたいな感じになってると。まあだからこの辺は刈り払いするとしてですよ。さあでですよ、この竹たちをどうするか、竹とあとですね毒ダミの方ももうびっしりどこ見てもあるぐらい実はあるんですけど、竹笹の方も前回あと何箇所かそうで出てるとこあるんすよねって言ってたけど、そんな何箇所とかじゃなかったです。数えきれないほど出てます。もう歩けばどこかにはあるみたいな感じなんで、例えばじゃあここでなんかビニールシート引いて休もうかなとかってしたら、もう背中に刺さるぐらいの感じで
頻繁に生えてるような状態になってます。だからこれどうしたもんかいなというのを前回言ってたかと思いますけど、それについてですね、専門のお仕事の方から連絡をいただきまして、本当にありがとうございます。お庭や公園の工事などの管理をしていると、その方が詳しく教えてくれたんですけども、お庭の管理でお問い合わせが多いのは竹やささ、ドクダミやスギナなどの地中で旺盛に繁殖する、地下茎タイプ、地下茎、地下茎タイプのものですと。本格的な撤去の目安としては竹は50センチ、笹は30センチ程度の、掘削が必要となり、バックホーなどの重機が必須となるため、短期決戦ならば除草剤、除草剤に抵抗があるならば長期となりますが、地上に出てきたらすぐに切るを繰り返すことが有効ですと。なるほど。で、除草剤についてはまあいろいろラウンドアップや散布論などが一般ですと、散布してから、散布論ともに土に触れると自然分解されるため残効性はありませんと。なるほど。ただ根に浸透して枯らすまで1週間ほどかかるのと、何でも枯らしてしまうため散布する際に少し注意が必要ですと。で、地上に出てきたらすぐ切るという方法だと、除草剤など自然界にないものを使うのに抵抗がある方には出てきたらすぐ切るのループをおすすめしていますと。年単位で時間はかかりますが、相手も植物とはいえ生き物ですので、あ、これは繁殖無理だと諦めてくれる日が不思議ときますと。細いうちならハサミでも切れますし、刈払機があると容易ですということで、まあ、地上に出てきたらすぐ切る、あとはまあ除草剤とかまあ重機を入れないんであればそれをやるしかないですよという連絡をいただきまして、本当にありがとうございます。皆さんもですね、コメントとかでいろいろご指摘いただきまして本当にありがとうございます。で、今日はこの根たちをじゃあどうすんのかっていうところなんですけど、こうね、まあ、ここを見てもらえたらわかるか、笹がこういう感じでぽっこりしてるところが他にも何箇所もあるんですけど、それをこのままここに除草剤をやってもこれはさ、言ったら残るじゃんね。だからこれをちょっとある程度掘って、でこうアーチ状になってると思うのでね、地表に出てこないぐらいのところまで掘って、そこの根元切って、そこに除草剤はやって、そういう感じで今日はちょっとやってみようかなというふうに思います。そのまま使えるというシャワータイプのもの、ここがシャワー、ワーシャーになってるのかな、ワーシャービーヤーになってるみたいなんで、無臭ですね。これの方をちょっととかけていきつつ、まあ1週間ぐらい様子を見ていこうかなというふうに思います。じゃあまたちょっとその作業をしましょう。さあ、では竹取りの大きな大作戦をやっていこうというふうに思います。まあどれぐらい掘るのかというのは、あ、これで切れるな、このスコップで切れるところは切っていきましょうか。うーわ、これだ。あー、これよ、これこういう感じよ。こういうのが横にバーなってて枝分かれしてるってことなんだな。みずみずしい、なんかサバイバルの人が飲めるぐらいみずみずしい、みずみずしい。よいしょ、よいしょ、どこまでも、どこまでも。
よいしょ。これはまた別別件バウアーだ。あー途中で切れた。うわー、うーわ、笹と違う木がもう一緒になっちゃってますね。あの辺に見える、笹の束、こちらですね。こちらの方はスコップが通っていきません。おそらくですけど、ここに見えますかね、瓶が刺さってるんですけど、もともとのフラットな地面にちょっと盛り土してある感じなんで、根がずっと深いところから、この笹の状態になってんじゃねえかなというふうに思います。ここの土をどうすんだ問題かな。ここの瓶っていうか取っ払っちゃって、もともと何だったんだろうね、ここのスペースって。なんか花壇的なことにしようとしたのか、ここで区切ってる理由がいまいちよくわからないんですけども。はあ、あ、そうだ、やべえ。じゃあちょっと、ここを、今動画を終わろうとしてたんですけど、そうじゃないんだ。ここをだから、この根っこを一回はけさして、ここに除草剤まかなきゃ。いや、根の深い話だったね。さあ、ではあの辺一帯に、サンフーロンの方を巻きまして、1週間ほど様子を見ようというふうに思います。さあ、これで1週間様子を見てみようというふうに思います。また何かしら進捗があったらお知らせします。何かあったらぜひコメントください。よろしくお願いします。ということで、本日は何でしたっけ、竹取の沖縄大作戦でした。さよなら。永遠のゼロ、そういうことなんだと思って、永遠のゼロっていうのは、ある程度さ、2とか3とかさ、まあ、10とか決まってたらさ、そこから引き算していけばいつかはって思うけど、永遠のゼロはさ、どう引いてもゼロなんだよ。これが永遠のゼロっていうやつだと思いました。読んだことはないけど。